僕は確かにあまり人が行かない場所に行くことが好きです。でも世の中に人が行ってない場所も多分あんまりないです。カメラを持っていると、人がここはもうみんな行ったよなって思ってるようなところがちょっとだけずらすだけで誰も行ったことのないような場所に見えてくる場合があります。ですから極端なことを言えば、日常生活のどこでもそのエクスプローラーになれる。それでまだ続けますけども、僕はそのうちで3番目のこの自然というものにとても興味があって、例えば一人ぼっちで散歩してる時に、僕の前に現れてくるさまざまなものと僕がどういうふうに出会って、その中をこう動いているかっていうことに子どもの頃から関心があった。だから僕にとっての自然というのは、いわゆるウィルダネスのような自然というよりも、どちらかというと外界といったようなニュアンスなんです。ですから自然と科学っていうのは2つのこう似た、なんていうか、こういう概念じゃなくてこういう概念なんですね。科学は人間の中にあるものですね。つまり世界を理解するための方法が科学であって、その世界というのはいわゆる自然ですね。だから自然を理解するための方法として科学がある。で、どっちってことじゃないですね。そうなると自然っていうのは僕らの外側にあって人間を超えてある何かですね。で、それを理解するための方法として僕たちには科学的な考え方があるということです。今は心理的なダメージが2011年の3月からずっと続いている状況ですから、やっぱりちょっと元気がないですね。つまり自然の力があまりにも大きくて、それでそれを理解するためにちょっとずつ何かを行っていたつもりになってたんですけども、それが全部なんていうか壊れてしまった感じがしています。つまり津波によってそういう気持ちそのものも流されてしまった。僕は生まれた故郷のすべてを、ほとんどすべてを失ったって言っていいくらいの体験をしてますから、心理的にはちょっとなんていうか、それまではサイエンティストが自然に対して何か行為をしていたような気持ちになってたんですけども、でも今はちょっと少しじっとしていたい感じですよ。何かこう歩いているその歩みがちょっと止まっちゃってる感じです。なぜかというと、写真に対する価値が変わりつつある。つまり写真の歴史に対する見方もこれから大きく変わる。それはですから今の写真が過去になる、つまり歴史になるっていうことでもありますけども、同時に新しい写真の概念が生み出されるっていうことですね。だから写真の楽しみ方は今とは別のものになるかもしれませんけども、ただいつの時代でもその素晴らしいアーティストが生まれるっていうことに対しては僕は楽観的に思ってますよ。